先日のことです。数年ぶりに親戚の娘さんが友人と共に私の部屋に来ましたとはいえ遊びに来たのではなく夜に突然訪ねて来たわけでそれだけで何かあったというのは理解できました落ち着かせて話を聞いてみると何かがついてきてたとのこと 親戚の娘さん以下 a 子が車の免許を最近取ったので、友人の b さん、c さんとともに埼玉県の秩父方面にドライブに行ってきたそうです。立川市の自宅から青梅を通り、飯能秩父長瀞と巡り、関越道花園インターチェンジから高速道に乗り、青梅で降り立川の自宅へ。 という童貞をたどる予定だったそうです。カーナビの案内に従い長所から国道百四十号線を走り途中右折し夕方五時過ぎくらいになって八方上石を通過したそうです。夕方といっても十二月なので当然暗くなっていて交通量の少ない道は真っ暗だったそうです。 3人で話をしながら車を走らせていたらカーナビが突然調子が悪くなり「この先」と言ったきり音声案内をしなくなってしまいました助手席に座っていた C さんがカーナビを操作しても動かないので3人で「壊れたのかな」と話していると定石を抜けたところの道路脇に白い何かがいました 最初は何か置いてあるのかと思っていたらしいですが距離が近づくに従い人の形をしていることが分かってきたとのこともっとも輪郭が人の形をしているだけでもやが人の形をしているような印象らしいです「人っぽい」でもサイズがおかしい。 何かは膝を抱えて座り込んでいる体勢なのに明らかに高さ2メートル近くはあったらしいです道路標識が設置してあるすぐ横に座り込んでいたので目測を誤ったということはないそうですが確実に道路標識と同じ高さに頭があったらしいです運転していた A 子と 後部座席に座っていた B さんはその存在に気が付いていたので車が通過するときは緊張して沈黙していたらしいですカーナビをいじっている C さんも2人が沈黙したことによる重苦しい空気を感じ同じように沈黙していたそうです何かの前を通過後少しして 何がいたのと C さんが顔を上げて二人に尋ねました二人は今起きたことを C さんに話したそうです話を聞いた C さんがそうなんだとつぶやきながら後ろを振り返ると少し離れたところに白いもやのような影を見つけたそうです二人にそのことを告げるもちょうど大きなカーブに差し掛かり 何かは見えなくなくってししままいました。その後はしばらくは何もなかったのだけれども後部座席に座っている B さんがふと後ろを見ると少し離れた距離に人形のもやを見つけました A 子たちにそれを告げると2人とも気づいていたようでした会話がなくなった車内で A 子が気が付いたことを話します だんだん近くに来てるそしてあれが幼い女の子ということサイズがおかしいけれど見た目は四五歳くらいの女の子だったそうです三人とも後ろを気にしていましたがカーブで見えなくなるそしてカーブが終わるとまた見える一度視界から消えて現れると 距離が近くくなっていく一度では気が付かなかったけれど何度目かの時に明らかに最初よりも近くに来ていたことに気がついていたらしいです A 子はこれはまずいと思っていたそうです2人に言ってなかったけれど幼い女の子と認識した時に笑っているイメージが浮かんだらしいです 笑顔の笑うではなく笑う追いつかれる前に何とかしなきゃと考えながら車を走らせていたらしいのですが交差点に差し掛かるその時々でなぜか革新的に進路を決めていたそうです徐々に詰まる後ろとの距離に焦りながらもなぜか私の住むアパートに行けば大丈夫と考えていたとのこと 気がつくと車の後ろ数メーターのところに詰められながらも私の住むアパートにたどり着き急いでインターホンを鳴らしたというのが今回の出来事ですそのまま3人ともうちに泊まり翌日神社にお祓いに行ったのですがその帰り道に不思議な質問をされました昨日は 突然お邪魔して彼女さん気を悪くされてませんかなんでそんなことを聞いてくるのかと思ったら続けて昨日途中で彼女さんいなくなったから怒らせて喧嘩とかされると悪いし謝ってたと伝えてほしいです私は現在一人暮らしだしそもそも彼女いないんですよね だけど3人とも昨日私が玄関のドアを開けた時に後ろに女の人がいるのを見たらしいんですその後も何度か見たらしいんですけど気がついたらいなくなっていたので自宅に帰ったのかと思っていたそうですここまでが一連の流れなんですが気になることがいくつかあるんですよ 地図アプリとかで見てもらえばわかると思いますが長瀞から関越道花園インターチェンジまで国道140号線を使ったらまず右折しないんですよねカーナビの案内では基本的に裏道通らないから案内設定変えないと140号線走ることになって八ヶ城跡に向かうことはないはずなんです 次に C さんがカーナビいじってて見ていないはずなのに言った何がいたのという言葉普通何があったのだと思うんですよね3番目に何で私のところに来たのか最後に一番大きな疑問点があって A 子は親戚で会えばそれなりに話したりはするけれどそこまで深い付き合いがあるわけでもなく電話番号とメールアドレスを一応交換はしてあるけれど自分の住所を教えてはいないんですよねなのに私のところに来たんですよ当然 A 子に聞いても住所誰かに聞いたこともないし もちろん来たのも初めてのわけで以上が今回の話となります。